スズラン台駅は兵庫県神戸市北区スズラン台北町一丁目にある神戸電鉄の駅。駅番号はキロバイト06。駅南側にスズラン台車両基地がある。標高278メートル。再開発事業前の東口駅舎戦前のスズラン台地区はダンスホールやビアホールなどを要する秘書地として栄え、関西の軽井沢と謳われた。戦後は、 ニュータウンとして売り出され、特に神戸高速鉄道開業に伴う阪急、阪神との接続が開始されて、以降、人口は急激に増加した。2018年9月に、帰宅役所と商業施設が入居する駅ビル、ベルストスズランダイが開業し、駅ビルと連結する、京城駅舎の共用が開始された。 2020年7月にはロータリー整備を含む駅周辺の再開発事業が完了した。駅の南北で高低差があるため、駅の南側は森土駅で、北側は地上駅である。改札はホーム上にあり、エスカレーター、エレベーター、階段で改札とホームが結ばれており、中央改札口が設けられている。島式にメイン4線のホームをお持ち、ありません。 青線は方向別にホームを共有している。下りホームには待合室がある。なお、ホーム深海地寄りのエレベーターは中央改札口から独立しており、駅構外の道路に直結する改札となっている。ホーム有効長は1番線5両、2.34、番線は6両であったが、現在はエレベーター設置により全線4両と短くなっている。 主に1.3番線に、ありま線、2.4番線に、青線の列車が入線する。深海地方からは1から4番線に、有馬方からは1.24番線に、青方からは2.4番線に入線可能。また、出発については、有馬方及び、青方へは2の4番線から、深海地方へは1.2番線から発車可能である。基本は1番線は、 有馬方からの上り列車、2番線は、青方からの上り列車、3番線は、有馬方への下り列車、4番線は、青方への下り列車が発着する当駅始発の5時4分発の、未体機は、前日の夜間停泊の関係で4番線から、発車する。この列車が、未体機で唯一4番線から発車する列車である。青方の2線の留置線は4番線からしか入線。 出庫ができない。また、深海地方の2線の留置線も東側の留置線は1番線からのみ、西側の留置線は4番線からのみ入線。出庫が可能である。一部列車は改層としてこの駅で折り返し、スズラン大車両基地で車両点検が行われる。逆に、スズラン大車両基地から列車が運用される時には1番線に入線し、深海地行となる。 全ての列車が停車する。準急はこの駅から、北側は各駅に停車する。準急については東駅北の区間の終着駅まで、各駅停車となるので、乗務員交代の際に通過標識等の点灯、消灯の切り替えが行われている。新海地方面は、日中は、毎時準急2本と普通が4本ずつ、朝ラッシュ時は、全ての種別を合わせて、 毎時最大19本運行される。三田方面、青羽方面はそれぞれ日中は毎時4本運行される。大エースズラン大転商店や事務所、住宅が密集している。近年の1日平均乗車人員は過評の通りである。ホーム、ありがとうございます。